万東祭は愛知県刈谷市銀座にある秋葉社、松修寺の祭礼である。江戸時代中期から続いている夏祭りであり、河南傍女、町内安全を祈願する。愛知県の無形民族文化財に指定されている。2018年には第22回ふるさとイベント大賞の大賞を受賞した。正面から見た万東武者絵や歌舞伎を描いた張り紙人形を一人で担ぎ上げ、 笛と太鼓の林に合わせて、車前で舞う。マンは、青森県のねぶたに似ているとされるが、細工、彩色はより繊細であるとされる。大きなものでは高さ約5メートル、幅約3メートル、重さ約60キログラムにもなり、若手が一人で担ぎ上げる。竹の骨組みに和紙を貼り、牢を引いた上に彩色したもので、夜間はマン内部の伝承が灯って幻想的な姿になる。 歴史まと場面や伝説にちなんだマン、明かりが夏の夜に舞う様は絵巻物にも例えられる。各町とも毎年一気の新作大ン党を制作するため、5月頃から制作に取り掛かる町内が多い。マン、明かりを取り付ける土台は長さ約4メートルの辛抱に横木などを将棋の駒型に組み上げる。武者絵や歌舞伎絵などを題材とした元絵を用意し、 元絵のみを参考に、土台の上に竹で骨組みを作っていく。骨組みができたら、骨組みの上に和紙を貼り付けるとともに、照明の配線も行う。和紙が貼れたら、その上に墨で下絵を描き、墨の上に牢を引き、食紅で色付けをしてマント刀が完成する。昔は、公民館などで製作をするところが多かったが、現在は、拡張ともに万、明かりラデで製作を行い、 旧作万灯や出汁を保管している。毎年7月の最終日曜日が本楽、その前日の土曜日が新楽であり、狩谷万灯保存会が祭礼への葬式を務めている。祭礼への参加地区は、おおよそ、気城公園、名鉄三河線狩谷市駅、JR 東海道本線狩谷駅に囲まれた区域である。秋葉社がある銀座が宮本を務め、その他の宇治古六町が、 毎年林番で当番町を務める。七町は、町総代、う治子総代、世話人、若手頭、若手、子供会を持つ。七町はそれぞれ林代と万、明かりを、狩野城の急城下町に繰り出し、地区内を練り歩いた後、宵に、秋葉車にて明かりを灯した万かりの舞が奉納される。各町とも、毎年一揆の大万灯を新調し、 前年に制作した大満島と合わせて、計2期の大満島が披露される。新調した大満島は2年経つとお役御免となる。昭和初期には、本町、中町、松町、魚町、新町、四原町、寺、横町、正木町、小川町、中根町、吉町、緑町の13町が参加しており、東洋町、松葉町、 栄町を加えた16町が参加したこともあったが、市政志向による区割りの変化や町名変更などにより、1973年から現在の7町体制となった。近年では、進落のみではあるが、宇治こ7町のほかに、地元のトヨタグループ企業と、宇治こ以外の地区がパートナーとなって参加するようになった。土曜日の10時に7町内の総大と世話人が、秋葉所に集まり、 また七町が、それぞれの町内で満、明かりを引き回す。十七時には、各町の満、明かりが、名鉄三河線刈谷市駅前に集合し、当番町を先頭に市内を更新する。東洋町商店街で、全町一斉前を行い、二十一時半ごろに、秋葉車に到着する。新楽では、神前前を行わず、各町が満、明かりを奉納し、万歳参照して解散する。 日曜日の17時半にお題通りに全庁が集合し、子供万島を先頭に市内を更新する。18時頃から秋場車で、神前前の奉納が行われ、各庁の子供の万明かりの奉納が、19時から大万島の神前前が行われる。持ち時間は各庁10分程度であり、21時半頃にすべての大万島の神前前が終了する。神前前は、 林のリズムの下、若手が大満島を一人で担ぎ上げる。数十キログラムの大満島を両腕と肩で支え、二乗ほどの範囲でゆっくりと回したり、切り返して回したりする。軽やかな足さばきで満、明かりを回し、林の区切りで拝殿の正面に向くのが良いとされる。神前前を終えた町は満明かり通りに向かって、行進し、全長が揃うと、一生前が行われる。 再び、秋葉社に戻り、万歳参照して解散する。火が落ちて、明かりが灯された万島壁海軍地域は、水の瓶に恵まれない土地である。夏には、刈谷の松州寺境内にある秋葉社で、雨乞いの祭りが行われていた。五フレ城留町によれば、安永7年、この祭礼で、笛、太鼓による林が初めて取り入れられ、寺横町組によって制作された万。 明かりが登場した。満灯祭の起源には諸説あるが、この安永7年をもって満灯祭の始まりとする説が有力である。安永9年には2つの町内から満明かりが出され、傘鉾も披露された。これらの出し物によって人々の注目を集めたので、安永10年からは満明かりや傘鉾が神社の外に出て町内に繰り出すことになり、 天明八年には一丁を除いたすべての町から万、明かりが出されるようになった。狩谷町子には、源那二年から、岡倉、引きでにで賑わう祭りが開催され、天保十三年の大干ばつの年には安頓を持って踊った。この年から閣僚と、林大を引き出すのが慣例となり、万頭祭りと称するに至ったという趣旨の記述があるが、これは、秋葉社の由来と合わない。 一説には、刈谷藩主土池と仙台藩主伊達家のつながりが強く、伊達家から養子も迎えていることから、仙台七夕祭りや秋田関東祭り、青森ねぶた祭りなど、東北地方に多く見られる余韻に明かりを灯す様式の、祭礼の影響があるのではないかとも言われるが、詳細は不明である。刈谷市歴史博物館に展示されている万明り、繊細な細工と、 優雅な彩色を施した半立体の武者万党は筑風圏言うと豪した水人竹中力地によって明治時代に完成されたと言われる。力地は天保九年に東東海国灰原郡、上松村に生まれ十三歳の時に狩谷に奉公に来た後一度故郷に帰ったが幕末頃に狩谷に移り住んだ。加細工、庫、町地に赤さ。 上りなどへの文字入れを行とし、明治維新の際には、カリ藩の命で極めて緻密な地図を作成し、人々を驚かせた。一方で稼働に優れ、池の坊の門下で頭角を表して第二本聖火、爽快頭まで務めた人物であったが、それら彼の持つ技能や美的感覚を凝集し、箱ン明かりから現代へと続く、半立体の美しい満明かりに発展させたと伝えられている。 力地は1909年9月5日に没し、彼の功績を叩いた,た約270センチメートルの石碑が寺横町の醍醐寺境内にある。太平洋戦争中は祭礼が途絶えたが、1946年に再開され、昭和30年代には商店街の発展もあって、夜通し大満島が練り回るほどの流星を迎えた。昭和40年代には、 社会情勢の変化もあって、祭礼の勢いが衰えたが、1975年には、カリア万党保存会が結成され、カリア氏を挙げた盛大な祭りとなった。かつては、女性がンアかりに触れることさえ禁じられていたが、現在では、女性が大万党を担ぐこともある。1966年までは、旧暦6月23日24日に行われており、 その後は8月1日、8月の第1日とその前日と開催日程が変化したが、現在は7月の最終土曜日とその次の日曜日に行われている。2004年には銀座が LED を取り入れたまん、明かりを制作し始め、近年では各町とも様々な LED を導入し、細部まで明かりが灯るようになった。2006年には、 寺横丁がネオン管を使用したマン明かりを制作した。伝統に基づきながらもマン明かりの改良が進められ、より細部にまで多様な表現を施すことが可能となった。仮屋市観光協会は万マ,マンドと表記しているが、祭礼時典愛知県ではマン島と表記し、祭礼行事愛知県ではをマンド,マンドと表記している。1991年に出版された。 祭礼行事、愛知県には、14兆から万、明かりが出されるとの記述がある。中部地方の祭り、行事山愛知、三重によれば、旧暦6月23日24日に行われていたのは1964年まで。ありがとうございます。